豆腐で作るチョコレートクリームは混ぜて冷やすだけなのにとろっとした仕上がり。クラッカーの塩気と甘さ控えめなクリームが絶妙なバランスです。ラムレーズンが美味しさを引き立てる豆腐のチョコレートケーキをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず耐熱皿に豆腐を入れ、600ワットの電子レンジで3分ほど加熱し、粗熱を取ります。豆腐の水切りをしっかりすることで水っぽくならないようにしましょうね。ボウルに豆腐、材料 A を入れて軽く混ぜます。ミキサーに入れて滑らかになるまで攪拌します。容器に移し冷蔵庫で冷やしましょう。ラップを敷いた型にクラッカー、チョコレートクリーム、ラム酒につけて水気を切ったレーズンを順に重ねて層にします。クラッカーがしっとりとするまで冷蔵庫で1時間ほど冷やしましょう。適当な大きさに切って皿に盛り、ココアパウダーを振れば出来上がりです。ラム酒がほのかに香る大人の味ですよ。ぜひお試しください。